レーザーコンサートの演出に用いられる、レーザー HE、NE レーザー典型的なレーザーの構成要素1、レーザー倍出2、冷気用、エネルギー3、全反射鏡4、出力結合鏡5、レーザービームレーザーとは、ライトアンプリフィアケーションバイスティメオレイテッド、エミッションオブラディエーションの当時語であり、指向性と収束性に優れた、ほぼ単一波長の電磁波を発生させる装置である。 レーザーとも呼ばれる。レーザーとも転写される場合もある。レーザーの発明により、非線形光学という学問が生まれた。発生する電磁波は可視光とは限らない。紫外線や X 線などのより短い波長、また赤外線のようなより長い波長の光を出す装置もある。ミリ波より波長の長い電磁波を放射するものは、メーザーと呼ぶ。レーザー光は、 コヒーレント光を発生させるレーザー発信機を用いて人工的に作られる光である。レーザー発信機はキャビティとその中に設置された媒質よび媒質をポンピングするための装置から構成される。キャビティは典型的には2枚の鏡が向かい合った構造を持っている。半波長がキャビティ長さの整数分の1となるような光はキャビティ内を繰り返し往復し、 低上波を形成する。排質はポンピングにより、吸収よりも誘導放出の方が優勢な、いわゆる反転分布状態を形成する。すると、キャビティ内の光は排質を通過するたびに、誘導放出により増幅され、特に光がキャビティに共振し、低上波を形成している場合には、再帰的に増幅が行われる。キャビティを形成する鏡のうち一枚を半透鏡にしておけば、 そこから一部の光を外部に取り出すことができ、レーザー光が得られる。外部に取り出したり、キャビティ内での吸収、散乱などによりキャビティ内から失われる光量と、誘導放出により増加する光量とが釣り合っていれば、レーザー光はキャビティから継続的に発信される。媒質は反転分布を形成するため、3順位モデルや4順位モデルなどの量子力学的、エネルギー構造を持っている必要がある。 倍質のポンピングは、光冷気、放電、化学反応、電子衝突など、様々な方法で行われる。光冷気を用いるものの、中には、他のレーザー光源を用いる方法もある。また、半導体レーザーでは、ポンピングは、電流の注入により行われる。1958年、CH タウンズと AL ショーローによって、理論的に実現の可能性が指摘され、 1960年5月16日に TH メーマンがルビー結晶によるレーザー発信を初めて実現した。レーザー光を特徴づける性質のうち最も重要なのはその高いコヒーレンスである。レーザー光のコヒーレンスは空間的コヒーレンスと時間的コヒーレンスに分けて考えることができる。光の空間的コヒーレンスは光の破面の一要素を測る尺度である。 レーザー光はその高い空間的コヒーレンスのゆえに、ほぼ完全な平面波や、救命波を作ることができる。このためレーザー光は長距離を拡散せずに電波したり、非常に小さなスポットに収束したりすることが可能になる。この性質は、レーザーポインターや照準器、また光ディスクのピックアップ、加工用と光通信など、様々に応用する上で重要である。 空間的にコヒーレントな光は、白熱灯などの通常光源と波長オーダーの大きさを持つピンホールを用いることでも作り出すことができる。しかし、この方法では光源から放たれた光のごく一部しか利用できないため実用的な強度を得ることが難しい。空間的にコヒーレントな光を容易に実用的な強度で得られることがレーザーの最大の特徴の一つである。 一方、時間的コヒーレンスは、光電場の周期性がどれだけ長く保たれるかを表す尺度である。時間的コヒーレンスの高いレーザー光は、マイケルソン干渉系などで大きな高炉差を与えて干渉させた場合でも、鮮明な干渉島を得ることができる。干渉島を得ることのできる最大の高炉差を、コヒーレンス長と呼び、時間的コヒーレンスの目安となる。 レーザーの時間的コヒーレンスは、レーザーの単色性と密接な関係がある。一般に、時間的コヒーレンスの高い光ほど単色性が良い。特に、完全な端子機構の電状は一定の周波数の三角関数で表されるので、そのコヒーレント長は無限大である。高い時間的コヒーレンスを持つように配慮して、設計されたレーザーは、ナトリウムランプなどよりも、 はるかに良い単色性を示す。レーザーの時間的コヒーレンスは、レーザージャイロのように干渉を利用した応用において重要である。また、レーザーの単色性は、レーザー冷却などの用途に重要である。レーザーのもう一つ重要な特徴は、ナノ秒フェムト秒程度の時間幅の短いパルス光を得ることが可能な点である。特殊な装置では、後秒の時間幅も実現されている。 レーザー以外の光パルス光源として、フラッシュランプ、LED などがあるが、レーザーに比べて出力が低い。パルスレーザーは、短い時間幅の中にエネルギーを集中させることができるため、高いピーク出力が得ることができる。レーザー核融合用途などの、特に大掛かりなものでは、ペタワットクラスのレーザーも使われる。また時間幅の短いレーザーパルスは、 時間とエネルギーの不確定性関係のため広いスペクトル幅を持つ。パルスレーザーは時間分解分光や非線形光学、またレーザー核融合などの分野で重要な道具である。レーザーを用いた応用物理研究分野などでは、坊主アインシュタイン凝縮へパルスレーザーを使用することで、数論上の方程式を物理実験具現化することに成功している。 フェムトビオのパルス光を発信させるために連続光からパルス発信へ変換させるミラーにセサム半導体を用いたレーザーも使用されている。高分離解析時間、高分解性能の利得を応用しながら必要な出力を保つためフィードバック制御機能が追加されないシンプルな媒質として欧米ではセサム半導体を用いたシンプルなレーザーへのさらなる 応用と研究が期待されている。連続光を反射せず、ある程度保持して溜めてから出すというセサム半導体の特性は、パルスレーザーに物理的消耗変化として現れる。この場合、放熱管理がレーザー自体の寿命と利得を左右する。1917年、アルベルト・アインシュタインの論文通学ワンテンシリーダー、ストロランが、レーザーとメーザーの理論的基礎を確立した。 アインシュタインは、電磁放射の吸収、自然放出、誘導放出についての確率係数に基づいて、マックス・プランクの副写公式から、新たな公式を導き出した。1928年、ルドルフ・ W ・レイデンバーグは、誘導放出及び、負の吸収という現象が存在することを確認した。1939年、バランタン・ A ・ホブリコントは、誘導放出を使って、 短い波長を増幅できる可能性を予言した。1947年、ウィリー・スラムと R.C. リザー・フォードは水素スペクトルに明らかな誘導放出を発見し、誘導放出について世界初のデモンストレーションを行った。1950年、アルフレッド・カストレルは光ポンピングポーを提案し、数年後にブロウッセル、ウィンターと共に実験で確認した。 1953年、チャールズ・タウンズは、大学院生のジェームズ・ P ・ゴードンとヘルベルト、ジェイザイガーと共に、世界初のマイクロ波増幅機を開発し、メーザーと名付けた。この装置は、レーザーと同様の原理に基づくが、赤外線や可視光線ではなく、マイクロ波を増幅するものである。ただし、タウンズのメーザーは連続出力ができなかった。同じ頃、 ソビート連邦のニコライ・バソフとアレクサンドル・プロホロフが独自に量子振動について研究し、二つのエネルギー順位を使って連続出力可能なメーザーを開発した。これらのメーザーシステムは規定状態に落ちることなく誘導放出でき、したがって反転分布になっている。1955年、プロホロフとバソフは反転分布を作り出す手段として、 多順位形の光ポンピングポーを示唆し、それが後にレーザーポンピングの主な手法となった。1964年、タウンズ、バソフ、プロホロフは、量子エレクトロニクスの分野に基本的な貢献をし、メーザーレーザーの原理に基づく発信機と増幅機をもたらしたとして、ノーベル物理学賞を受賞した。タウンズは、ニールス・ボーア、ジョン・フォン・ヌイマン、イジドール・イザー・クラービー、 ポリカプクシュラガメーザーは理論的に不可能だと反対していたことを明かしている。1957年、ベール研究所に勤めていたチャールズ・タウンズとアーサー・ショーローは赤外線レーザーを真剣に研究し始めた。研究が進むと彼らは赤外線をやめ可視光線に集中するようになった。当初この概念は光学メーザーと呼ばれていた。1958年、 ベール研究所は、工学メーザーについての特許を出願。同年、ショーロートタウンズは、フィジカルレビュー誌に、工学メーザーの理論計算の原稿を送り、それが掲載された。この時取得された特許が、レーザーに関する基本特許となっている。1958年、プロホロフも、独自に開放共振機の使用を提案し、ソ連国内でそれを発表した。この頃、 コロンビア大学の大学院生、ゴードン・グールドは、冷気したタリウムのエネルギー順位についての学位論文を書いていた。グールドは、タウンズと会って、電磁放射の放出について話し合い、1957年11月に、レーザーや開放共振機のアイデアについてノートに書いていた。 ベル研究所では、小ー,ーとタウンズが開放共振機を使ったレーザーの設計で合意に達していた。この時、彼らは、プロホロフの発表も、グールドの未発表のアイデアも知らなかった。1959年の学会で、ゴードン・グールドは、論文ザ・レーザー、ライト・アンプリフィアケーション・バイ・スティメオ・レイテッド、エミッション・オブ・ラディエーションの中で初めてレーザーという言葉を公にした。 グールドはマイクロ波がメーザーなら同様の概念にはすべてアサーを後ろにつけ、光ならレーザー、X 線ならゼイザー、紫外線ならユベイザーと呼ぶことを想定していた。しかし、レーザー以外の用語は定着しなかった。グールドのノートにはレーザーの用途として分光法、干渉法、レーダー、原子核融合などが書かれていた。彼はその考えを発展させ、 1959年4月に特許を出願した。しかし、米国特許商標庁は、グールドの出願を却下し、1960年、そのため28年に及ぶ訴訟となった。グールドは1977年にマイナーな特許で勝利を勝ち取ったが、光ポンピングとガス放電を使ったレーザー装置についての特許を、グールドに与えることを法廷が特許庁に、 命令したのは1987年のことだった。1960年5月16日、カリフォルニアのヒューズ研究所のセオドア・メーマンが、コロンビア大学のタウンズ・ヤベル研究所の小牢や、TRG のグールドに先駆けて、最初のレーザー発生装置を開発した。メーマンのレーザー装置は、ポンピング用の先行放電管で合成ルビーを冷気させるルビーレーザーであり、 694ナノメートルの波長の赤い光を発生させる。しかし3巡位レーザーであるため、パルス発信しかできなかった。直後に、イラン人物理学者アリ・ジャボンとウィリアム・アール・ベネット、ドナルド・エリオがヘリウムとネオンを使った初のガスレーザーを開発した。ジャボンは1993年にアルベルト・アインシュタインワールド・アワード・オブ・サイエンスを受賞した。また、ボソフト・ジャボンは、 量子振動子による半導体レーザーの概念を提案した。1962年、ロバート・ N ホールがヒカガリウムを使った半導体レーザー素子を開発し、850ナノメートルの近赤外線レーザー発生に成功した。直後に、ニック・ホロニアックが可視光の半導体レーザーの実験に成功した。初期のガスレーザーと同様、初期の半導体レーザーは、 パルス発信しかできず、液体窒素で冷却する必要があった。1970年、ソ連のジョレス・ワルフ・ヨーロフ、ハヤシーズをベール研究所のモートンパ・パニッシュが、それぞれ独自に常温で連続発信できるヘテロ接合構造を使った半導体レーザー素子を開発した。1985年、チャープパルス増幅法が提案された。これにより、原子、分子内の電子が 核から受ける、電磁以上の高強度レーザーの発信が可能となった。レーザーは媒体によっていくつかの種類に分けられる。レーザーは、光の強さの時間的な変化でも分けることができる。断続的にレーザー光を出す、パルスレーザーと、連続的にレーザー光を出す、CW レーザーとに区別することができる。前者は、複数の波長で位相を揃えて同時に発信させる。 モード同期という手法を用いるか、または、急スイッチという構造を用いて、瞬間的に非常に強いパワーを出すことが可能である。後者は、パルス動作と比べると瞬間的なパワーは低いが、高い時間的コヒーレンスを得ることが可能で、そのため干渉などの現象を観測しやすい。レーザーは発信される光の波長によって分類することもできる。多くの場合、使用されるレーザー媒体によって、 レーザーの発信波長はほぼ決まる。多くのレーザー媒体は、ごく限定された波長範囲でしか利得を持たないからである。ただし、色素レーザーや、チタンサファイアレーザーなど、広い波長範囲で利得を持つ媒体も存在する。これらの場合は、共振機の窮地の分光特性や、利得スペクトルの形状などにより、発信波長が決まる。また、自由電子レーザーでは、媒質となる。 電子ビームの利得波長を自由に選ぶことができるため、任意の波長で発信することができる。大気中での伝送に適した波長大気中に電波するレーザー光は、気体分子による吸収や散乱により減衰される。気体分子による吸収の少ない波長は、下肢赤外領域の一部に存在し、一方、気体分子による散乱は、波長が長い光ほど少なくて済む。このため、 大気中で長距離を伝送する用途には大気の窓の中に発信波長を持つ赤外線レーザーが用いられる。例えば炭酸ガスレーザーは大気中の伝送させる用途によく用いられるレーザーの一つである X 線の高出力レーザーを空気中に照射すると気体分子をプラズマ化させプラズマから放射される光を見ることができる。この時レーザーのエネルギーは空気を プラズマ化させることに使われて激しく減衰してしまい、長距離を伝播させることは難しい。1.4マイクロメートルから2.6マイクロメートルまでの波長のレーザー光は角膜で吸収され、網膜まで達しにくいため、マーケティング的にこのように故障されることがある。ただし、これらの波長のレーザーをアイセーフと故障することは実際に安全であるのは 比較的弱い出力の連続光レーザーのみであるため誤解を招く。これらの波長でも出力が強かったりピーク出力が高い急スイッチレーザーなどでは容易に角膜を焼き深刻な肉眼への障害を招きうる。またそれほどの強度ではなくても肉眼への損傷が想定されうる。レーザー安全の規格においてもアセーフレーザーはクラス1を表すと 明記されており、特定の波長のレーザーをアイセーフと呼称することへの危険性への注意がなされている。レーザーは多くの分野で利用されている。レーザー警告シンボルレーザーは出力の低いものでも、直視すると失明の危険があり、注意が必要である。国際機関である国際電気標準会議の6825から1、レーザー機器及びその使用者のための安全指針により、 レーザー機器の出力、レーザー光線の波長などによるクラス分けがなされており、クラスごとに労働衛生安全管理体制の整備が必要となる。蒸気ジス C6802 の平成17年改定を元にしたクラス分け。ありがとうございます。